いや今日も警戒ですね。あれ？ん？ジュンこんなグローブ持ってたっけ？ジュンそのグローブ俺なんか見たことないんだけど。これですか？うん。これはですね、僕が高校生の時から、はい、唯一所持している。唯一所持している。高校生の時に買って、まあ、それはもう約大体10年前にオーダーして、僕がグラブ沼にハマるきっかけとなったグローブなんですよ。これ、はい、これです。そのきっかけというのは、初めて湯もみしたグローブを使ったのがこれだったんですよ。おお、はい、初グラブ、初湯もみグラブ。うん、忘れられなかったんですよね。その良さを忘れられなかった。結構衝撃だったんですよ。おこの皮が、皮すごいこう今までにないぐらいもちもちしてるよ。うん、こう、まあ、ちょっともう今だいぶもう来てるんで、だいぶ来てる。フィットしたというか。はい。とにかく衝撃を受けたんですよ、このグラブ。当時、なるほど。当時まだ無知というか何も知らなかった私にとって、はい、手を入れた瞬間のこのグラブがあまりに衝撃だったんですよ。なるほど。あの初体験を忘れられない。そう。ちょっとその言い方どうかと思いますけど、昨日ちょっと家掃除してたんですけど、はい、久々にポッて触ってみたら使いたいなって普通に思って、で今日ちょっと練習で使おうかなと。なるほどね。感じでちょっとノック受けようかなと。はいはい。何回ちょっと修理はこことか、まあ確かに、うん、紐新しくなってたりとかはしてるんですけど、これもうね皮はまだね一箇所も切れてないんですよ。10年ぐらい経つんですけど。あ、でも確かに綺麗だよね。うん、まあ、ちょっとこの辺割れちゃったりとかはしてるんですけど、だいぶ使ってるんで、うんうん、まあでもこういうとこ切れたりとか、まあすれはあるんですけど、切れたりはまだしてないという。これがシビザルのグラブマニアスタートか。そうなんです。おお、まあ、今日はちょっとそれでノック受けてみたい。はいはい、思います。はい、こういうことなんですよ。どういうことですか。いやいや、わかんないです。どういうことですか。今全然バウンド合ってないんですけど、やっぱこう収まってくれて、あ、入ると。そう。おお、まあ、いや、もうここあくまで僕の中ですよ。こう中心に転がってきてくれるんですよ。ああ、はいはいはい、中央に入ってきやすいっていうね。はい、わかるわかる、うん、安心感がすごい。あ、それいいね。はい、おい、それ使ってったら？これね、ちょっと後で説明するんですけど、何点がいっぱいあるんですか？何点あるんだ？おお。どうですか？久々にそのグローブをつけた感じ。やっぱいいですよ。とかいいんですけど。ちょっと今の点があって、え、何、重いんすよ。重い。もう、まあ、当時ね、はい、まだ僕もそこまでこうグラブの知識もなくて、うん、すげえ鮮やかだったんで、うんうん、色を落としたくなかったんですよ、はい、高校生の時、うん、そう、見た目大事じゃないですか。いやいや、まあまあまあ、まあ、分かるよ。で結構塗っちゃったりとかしたりとかしてて重いっていうのと、もうあともう大学野球とか高校野球で使ってたんで、うん、もう中がもうすごいボロボロなんですよ。あ、なんかもうこのここら辺もヘリが崩壊したりとか、なんか崩壊してたりとかして、ね、はいはい、最近私、まあ、もちろん浅いグラブも好きなんですけど、うん、ちょっと肩が、まあ、でこうがっつりこう掴む感じじゃないですけど、うん、このゆとりをあの欲しいなと、グラブこの部分ですね、はい、ゆとりがある中で、これどちらかというと自然に手をはめたらもうこういう感じになっちゃうんですよ、うんうん、これだと公式だとすげえクッションですもん入って、はいはい、めちゃめちゃ心地いいんですけど、私はちょっとこうパルプンってするときあるんですよ。あ、まあね、はい、ゴムだからね、やっぱり。そうそうそう、うん、ちょっと今年このグラブリメイクしようかなと思って。はい、え、リメイク、はい、それを同じ型番で本体からこの色でオーダーしようかなと。おお、スラガーさんで、うん、東京支店、また小川さんにお願いしてオーダーしてあるんですけど、はい、そう、実は6月にチームミットを買いに行った際に小川さんと相談していたんです。ここのハマった感じ、ね、そうなんですよ。あれどうしたの、自分。はい、あれ、これお前のグラブじゃない。あ、僕の高校時代から、はい、持ってる、グラブを。ちょっとこれ公式用なんですけど、うん、
公式仕様っていうのかな、はいはいはい、公式用で公式仕様、うん、もうポケットがすごい内側っていうとめちゃめちゃ浅くても、うん、そういう感じで、なんでちょっとこれの軟式バージョン、でなこれこだわりですよ、軟式バージョンなんですけど、うん、公式用で作りますよ。どういうことどういうこと、軟式バージョンだけど、はい、公式用で作ります。うん、オーダーは今回公式用のオーダーをさせていただいて、はい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 、まあ、この赤の皮が好きなんですよ、一旦なんで、型とか、うん、まあ、ちょっとウェブとかをちょっと軟式に合うようなものをちょっとチョイスさせていただいて、はいはい、配合していければなという感じでやっていきたいと思います。次はあれでも松井一夫さんに憧れて、そうです、最初使い始めてます。日本で一番すごい名刺の方がスラガーさん、当時ね、使ってたんで、当時はなー、ほんと松井さん、はい、もう今もずっと憧れですね、うんうんうん、はい、と松井一夫選手へのリスペクトも込めて今回はやっていきたいと思います。わかりました、松井一夫さん見てるかな、見てほしいな見てほしいなまあこれはもう思い出のグラブ言ってしまえばなので、うん、はい、まあ、ちょっとこう綺麗に、まあ、高見さんも一軍のゲームを使ってないじゃないですか、うん、まあ、同じって言ったらめちゃくちゃ失礼ですけどいやまあでもね、アマチュア野球人ごときがいやいやいやなんですけど、まあ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 ちょっと取っときたいなっていうこの状態で、うんうんうん、あのね、まあ、思い出のあるグローブだからね。そうですね、これだけはどうしてもずっと手放せなくて、まあそうだよね、手元にどうしても置いてきたかったグラブなんで、うん、あの時の汗と涙と血の、ね、あの結晶の全て、これ全部血ですからやばいです、あなた死んでますよ今回の、ね、はい、コンセプトは背番号のね、この選んだ理由でもある選手、草木やるなどって、お、はい、松井一夫さん、はい、のグラブをちょっとあのイメージして、お、僕はもう日本最終年の松井一夫さんの印象がすごい強いんですよ当時、はい、でその時の松井一夫さんへの憧れが未だに抜けてないので、お、それをこうイメージしながら自分のこだわりも入れながら、うん、ちょっと作ってみたので、お、はい、じゃあ楽しみに、はい、ぜひあのもう少しで出来上がるということなんで、はい、あのちょっとご期待してお待ちください、はいはい、ということでイメージでモザイクですがこんな感じのグラブになると思います。ぜひ皆様お楽しみに。アッパレがスポーツマスクを福井県の小杉織物さんと共同開発しました。すべてのスポーツ人におすすめ、その名もフェイスアーマーというイケてる名前、 T シャツでも人気だったサンダーの柄を取り入れたおしゃれマスク、ぜひぜひチェックしてみてください。